新宿店です。まずは熱っ。あ、すっごい。大丈夫ですかね、この子ね。今日は、香港で知り合った生田会長にこのメガネをお届けに参ります。私の大好きな大事なメガネなんですけどね。今日はこれはクリスマンの種通常タイプ、調整をしとこうかな。一応これほとんど曲がんないんだ。素材がアセテートじゃないのか。全然調整できない。しょうがない、曲がんない。かけ心地はしょうがないな。これこちらを今日はラーメンなぎの生田さんに先日ごちそうになったんでお届けに参ります。このメガネお読みに行きます。すごく大切なメガネなんですけど、まあ生田さんであれば使いこなせるかと。ナギの生田さん、こっちかな、どっちにしようか。うどんの方にしようか。じゃあこちら今お渡しさせていただきました。はい、じゃあぜひ使いこなしてください。わかりました。ありがとうございます。今は御徒町で打ち合わせを終えまして、御徒町で打ち合わせを終えまして、これから銀座で打ち合わせです。皇居です。今は打ち合わせを終えまして、まあすっごく、まあ、魅力的な方なんですよね。もうこんな方々に会えないんじゃないかっていうような魅力的な方々とこの時間いただき人生の指導みたいなですね。どっちかというと本当はウェブの話なんですけど、もう本当両手揃えて負けましたとしっかり言えるように、そう言わないとダメかな。このパレスホテルすごくかっこいいです。泊まったことないですけどね、もちろん。だから見てるんですけど、いいとこにあります。よし、帰りましょう。とりあえず参ったなぁ。もう結論は出てんだろうな、結論は出てんだろうな。遊園地